どちらかお聞きの方いらっしゃいますか？こちらは長岡ホテルロミオ420岐阜県大垣市移動です。次回チャンネル12コード27144、チャンネル12コード27144で再度コールします。各局よろしくお願いします。どちらかお聞きの方いらっしゃいますか？こちらは長岡ホテルロミオ420岐阜県大垣市移動です。入館局ございましたら応答お願いします。受信します。どうぞ。長岡ホテルノブンバー08、長岡局取れますか？こんにちは。はい、こんにちは。名古屋 HN08、 こちらは長岡 HR420 岐阜県大垣市です。ご無沙汰してます。メリット5で大垣市、金賞山です。どうぞ。了解。はい、了解ですよ。長岡 HR420 番、こんにちは。お久しぶりですね。イベント以来かな。はいはい、こちらの方にレポート59、今ヤギがトヨタの方面向かって固定してあるんですけどね、そのヤギで拾ってますね。大垣市なんとか山落としちゃいましたけど、はい、トヨタの方はね、ヤギが向いてるんだけど、59で、入ってきてますね。はい、モビリード中じゃないかな、どっか固定かと思いますけど。はい、お久しぶりです。どうぞ。はい、了解です。名古屋 HN08、 こちらは長岡 HR420 です。こちらこそご無沙汰してます。はい、ありがとうございました。また次回もつながって楽しみにしてます。またお願いします。さよなら。はい、どうもありがとうございました。73、早く終われって感じ。はい、さらにお聞きの方いらっしゃいますか？こちらは長岡 HR420 岐阜県大垣市です。受信します。いてよ。どちらかお聞きの方いらっしゃいますか？こちらは長岡ホテルロミオ420岐阜県大垣市移動、受信します。どうぞ。長岡ホテル420、はい、了解です。三重単語キロ928、こちらは長岡 HR420 です。応答ありがとうございます。メリット5で岐阜県大垣市金賞座に入館してます。どうぞ。了解しました。長岡 HR420 局です。こちら、三重県小物町ですね。小物町と四日市の間ぐらいです。この町から運用いたしております。レポート52を送りいたします。どうぞ。はい、了解です。三重 TK928、こちらは長岡 HR420 です。はい、小物町ですね。小物町、了解です。メリット5で大垣市金賞山に聞こえております。はい、あいにくの天気ですけどね。車の中で運用できるところと思ってね、ちょっと小高いところにやってまいりました。応答感謝しております。三重 TK928、 こちらは長岡 HR420 ベリット5で大垣市金賞山です。どうぞ。はい、了解です。長岡 HR420、 こちらは市街 Y48、こちらもメリット5.9でやってます。すぐ元と言いますか、今大垣かな、これしてない、走ってます。ちょっと時間ができたので、CQ さん、大津さん行こうかな、というのと、まあ、どっか食事して、ふらっと出てきました。お久しぶりです。長岡 HR420、こちらは、市街 AY48、どうぞ。はい、了解です。市街 AY48、こちらは長岡 HR420 です。はい、メリット5で、強力ですね。ちょうど下の方走ってるということで、了解です。はい、これから CQ オムさんでしょうかね。はい、なんか、目的のものがあるのかな。はい、ゆっくりね、お買い物行ってきてください。はい、僕のもね、時間がちょっと昼までね、仕事があったんですけど、時間ができましたんでね、金賞山の方に上がってきて、こんな天気なんで出時間ぐらいだなと思って、出時間の方ね、運用してます。応答ありがとうございます。どうぞ。はい、了解です。ちょっと CQ さんもね、今年去年1年結構ちょっと使いすぎて、まあもう一通り揃ったのでね、もう今どれと言ってこう欲しいものはないんですけど、時々こう病気のように、
店内をうろつくとこう落ち着くというような感じですね。はい、こちらこそありがとうございました。せっかくのねお休みで、はい、時間も今日空いてるみたいなんでね、ゆっくりされてくださいね。はい、あのシーキョムさんうろつくと落ち着くということで、もはや病気ですね。はい、いろいろね買われたみたいですけど、はい、まあ次にね欲しいものを探して、はい、ウィンドウショッピングしてきてください。ありがとうございました。また更新できること楽しみにしてます。どうぞ。はい、了解です。どうもありがとうございました。はい、また呼びにお過ごしください。失礼します。ありがとうございました。さらにお気の方いらっしゃいますか。こちらは長岡 HR420 岐阜県大垣市受信します。水球セキスメーター、こちらはジュレットジュリエット0、ノベンバー、スエラー、ユニフォーム、JJ ゾロ NSU ポータブル2、岐阜県大垣市です。お聞きの方いらっしゃいましたら、応答お願いします。受信します。どうぞ。JJ ゾロ NSU ポータブル2、ジュリエットエコーツ、ウイスキー、クリーン、ユニフォームです。取れますか、どうぞ。はい、応答ありがとうございます。JE2WQU ですね。こちらは JJ0NSU ポータブル2岐阜県大垣市です。レポート次回お送りします。こんにちは、どうぞ。あ、こんにちは。5くらいだったかな。はい、レポート後で送ります。こちらからは西春日井郡です。西春日井郡土曜山町というところから出てます。5のレポート、あとで修正するかもしれません。よろしくです。JJ0NSU ポータブル2大垣、JE2WQU 西春日井郡からです。どうぞ。はい、JE2WQU、こちらは JJ0NSU ポータブル2岐阜県大垣市です。こちらからレポート5151で、大垣市の金商山ですね。大垣市の金商山で運用してます。あいにくの天気ですね。車を停車させただけで、車にね取り付けてるモービルホイップから運用しております。名前を小野と言います。大阪の小野原のの小野と言います。よろしくお願いします。ゼロのコールサインを移動局ではね使ってますが、岐阜県の方にね住んでますんでちょくちょく出ております。JE2WQU、こちらは JJ0NSU ポータブル2、どうぞ。了解です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さらにお聞きの方いらっしゃいますか。こちらは JJ0NSU ポータブル2岐阜県大垣市受信します。音なしありがとうございました。あ、そろそろ終わった方がいいですか。終わった方がいい。早く帰りたい。そんなことない。そんなことないですかね。もうちょっと遊んでてもいいですかね。いいですか。大丈夫ですか。あ、なるべく早く終わりにします。はい、ということでですね、今日はですね、ご覧のように、雨でございます。あ、なんかため息つかれました。また雨かよみたいな、そういう感じっすか、夏目さん。またお前のせいで雨かよみたいな、そういう感じっすかね。なんかちょっと怖い顔してますけど、今日ねせっかく時間があったんで、ね、外に出て運用したいなと思ったんですけど、まあ、じゃあ雨の日に楽しめる無線の遊び方しようかなということで、高台にね車を止めて運用してみました。デジタル海無線運用して、その後、アマチュア無線の 50MHz ですね、 6mFM で声を出してみました。はい、ライセンスフリー無線ね、もともとは外じゃないとなかなか遊べない無線だったんですけども、このデジタル海無線がね始まってから、こうやってね雨の日でもね、車からとか家からとかね運用できるようになったんで、非常にね便利ですね。天候を問わずライセンスフリー無線を楽しめると。で、時間はね、聞いてる人が多いんで、ちょっと声出すだけでね、たくさん応答いただけるんで、少しの時間で無線運用楽しみたいなっていう時はね、すごく、
いいですね。あと、50MHzFM。これなかなかね、運用してる方最近多くなくて、グランドウェイで繋がる機会少ないんですけど、僕結構高台行ってみると、6MFM のメインとかね、声出して見るんですよ。で、こうやってね、音いただけて出会いがあるとね、非常に楽しいですよね。結構ね、車なんかでも聞いてますんで、6メーターのね、50MHz のモービルって僕結構いいと思うんだよね。皆さん一緒にやりませんか？430とか144だと、まあ、聞いてる人とかも多いし、渾身も多いんで、気軽にっていう感じはね、ちょっとないんですけども、50MHzFM ね、まあ、e スポシーズンはちょっと様子が違うんですけども、オフシーズンなんかはね、仲間同士でのね、更新楽しんだりとか、で、さらに CQ 出して、こうやって偶然の出会い楽しんだりとかね、そこそこグランドウェーブも飛ぶし、こう、バンドも広いし、面白い飛び方するし、やりたいという方は僕と一緒に 50MHzFM で、車で遊びませんか？基本ね、僕いつも、6メーターのね、アンテナつけながらうろうろしてますんで、ぜひ皆さんともね、更新できればと思います。ということで、雨の日の無線運用動画、なんか大したことない動画になっちゃいましたが、面白かったという方はぜひ高評価ボタンを押していただけると、もよすけの動画作りのモチベーションアップにつながります。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ももすけでした。バイバイ。